皆様こんばんははるかぜみなです本日も愛とお金のラジオウィークと題しまして2日目開催したいと思います、えー、皆様からのお悩みを受けまして答えていきますよという風にやっておりますお便りいただきましたので読ませていただきます ペンネームリンさん。皆さん、こんにちは。リンと申します。皆さんのインスタライブが大好きで、過去配信も毎日聞いています。ありがとうございます。皆さんの投稿を拝見し、1ヶ月ほど前から地ほぐしを始めました。素晴らしい。4人ワンドが届くまでの間は、指でできる範囲をほぐしていたのですが、それだけでも状況にあらゆる変化が、 まだまだ額は小さいですが、昇給するわ、臨時収入は入るわ、一部の方と親密になるわ、周りの人にも、なんか綺麗になったね、と頻繁に言われるようになりました。驚き、すごすぎないですか <laughs> すごすぎないですか一ヶ月でこの変化、すごいですね。えー、指で直接質を感じることが自分でとても愛おしくなり、あれもできる。 これもできるぞと生きる気力がさらに湧いてきました。まだ SNS で地図ほぐしの効果を投稿するのは怖くてできていないのですが、直接会った女子にこの話をすると、やはりみんな興味津々なので、どんどん伝えていきたいと思います。ぜひ。女子がどんどん綺麗になっていくのはたまんないですね。こんな大事なお話を伝えてくださってありがとうございます。 お悩み相談というか感想になっちゃっていました。すいません。お読みいただきありがとうございます、えー。こちらこそ本当にありがとうございます。こんな素晴らしい効果があったということは本当に感動ですね。昇級するわ、臨時収入入るわ、一部の方と親密になれば。もうあれですよね。なんかもう、なんかとんでもないパワーストーン買いましたみたいな、なんか振り込みみたいな感想ですよね。本当に嬉しいですね。みんなね、あの、女の人は膣が、 ついてるからそこほぐして努力していくとこれだけの変化を得ることができたしかもそれが私だけではないみたいないっぱいいるみたいな、えー、めちゃめちゃ嬉しいなと思いますのでぜひあの皆様はほぐしていただけたらなと思っておりますこちら感想でしたさてお悩みお悩みお悩み読んでみていきたいと思いますはい ペンネーム、えー、た優みゆさん。こんばんは。はるかぜさんは、うつの経験があると言われてましたが、どんな症状でしたかなぜうつのまま起業されようと思われたのですかえー、もう一つお聞きしたいのですが、パートナーにイライラするときは、自分が自分に不満があるときですかと、はい、ご質問いただきましてありがとうございます。 はい、えー、っとですね。私のうつの症状というのは、あのどんな状況だったかというと、あれあれですよね。やっぱ客観的に表現するって難しいですね。なんかあの、被害妄想にとらわれるんですよ、とっても。なんかね、皆さん聞いたことあると思うんです。ここ、心得の本とか読んだことある方いらっしゃると思うんですけど、あの、べきとかやらなくちゃいけないとか、なんか脅迫観念が強まっちゃって、 えと視野がすごいも物事を判断する視野がものすごい狭くなるんですよねあの客観的な判断ができないし状況判断がものすごい下手くそになってい,いってたなっていうふうにあってあとはそうですね判断能力が落ちてたっていうのが一つあるのとあと分かりやすい感じで言うと今もあるんですけど蛍光灯の下でいられなくなっちゃったんですよねす もう暗い真っ暗な部屋にいないともう心が落ち着かなくてざわ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 しちゃって、えー、とだ家族と家族と時ご飯一緒に食べられなかったのと明るいところで食べれないからねあだから電気もう本当に小さい豆電球みたいな電気にしないとご飯が食べられなかったりとか,なんかろうそくの火の元でご飯食べたりとかしないと辛くて 暗くしてご飯食べてましたね。それがね、あの、実家に帰ってた時も、あの、同じような症状になってて、だから嫌がったんですよね、うちの両親はね。やっぱ、異常じゃないですか、旗から見て。しかも私、それで子供も一緒にいて、3歳の子供を連れて帰ったから、うちの娘がさ、そのく、私とご飯食べたいから、暗いところでご飯食べることになったんですよ。 母から見たらもうねもうとてもじゃないけどこんなかわいそうな状況で孫にご飯食べさせたくないみたいな感じでものすごくね喧嘩になりましたねぶつかるので私の快適な環境にすると真っ暗になるんだけれどもそんなところで子供にご飯食べさせたくないっていう母とこう衝突は絶えませんでしたね異常者扱いされるからしょうがないんだけどあとはえっ、ー、と 暖房が効く部屋にいられないから真冬なのにもう窓を開けて部屋の中ぐる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 回ってたりとかあと家の中にいられなくて夜になるともう1時間くらい歩き回るとかあのじっとしていられないんですよ不安不安だったんでしょうねきっとだからずっと家の中ずっとぐるぐる歩いてたりとか外出て 散歩,し散歩しに行ったりとかそんな状態でした私のうつの症状っていうのはでもう一つなぜうつのまま起業されようと思われたのですかはいあのー、私もね起業するっていう前向きな理由っていうよりも私もう会社を辞めたくて仕方なくて辞めた感じなんですよねだから私決して前向きな起業ではなかったし逃げるような形での起業になりましたただあのー なんだろうな。何にもしないで。会社辞めて。寝っ転がってるのだけは無理だなっていうの。が自分で分かってたんですよ。なんでかっていうと、私。えっ、ー、とね。流産した後、鬱になってて、で、その後。あの、半年くらいって。会社から満額で給料支給されてたんですよ。 でその満額の給料が止まって何割か限り6割6割か4割くらいの給料が支給されるっていう休病手当でもらえるっていう状況になった時にすっごいお金の不安が出て怖くて仕方なくてこのまま生活が苦しくなったらどうしようと思っちゃってでその時何したかっていうと自分,だけ自分の力でお金って稼げるのかなって思って。 あの、私カウンセリングの勉強してたので、カウンセリングの募集をかけようと思って、やったんですよ。本当は禁止されてますよね、公務員働いちゃいけないし。あのー、いいんだけれども、もうね、不安に負けて、えっ、ー、と、仕事しようとしたんですよ。休業、休業中の間に。もうルールから完全に外れてるんですけど。ただでやりたくなかった。もうお金私は自分で稼げるかなっていうふうに確認したくて、 えーとやったんですよねなんでかっていうとお金が払われるっていう経験がない中で起業するのが怖いから起業準備としてお金を稼げるように募集かけたいと思って募集かけたらそう夫にすぐバレてめっちゃ怒られると思ったから逃げるようにしてそれで実家帰ったんですよね。あのその時も、ね、妊娠またたしちゃってたから あのつわりもひどかったしでそんな中であの夫に責められモラハラやられたらもうあダメだメンタルやられるなと思ってそれで逃げるように帰ったら結局ねメンタルやられてね中絶しちゃったんですけど、まあ、そんな,なんかいずれにしても私あのじっとしていられなかったんですよ自分が何もせずにあの自分のことを何も表現せずにお金も稼がずにただ スタバだけ行くみたいな生活をしてたら絶対良くならないなっていうのが分かってたし、誰かのルールに従って生きるのがもう自分では無理だなと思ってたの。あの、休病してる間は何をし、あの、何をしちゃいけない。まあもちろん働いちゃいけないのは前提だったし。で、稼いでないように。 にそのののお金の中でででやりくりくくしななちゃいけないいけっていうのが窮屈で窮屈屈仕方なくてだから自分の言葉で自分の考えを発信しながらお金を稼げたらいいのになっていうのはずっと何年も何年もあってで最終的にあのさっき言ったように勉強して中絶してまたもう一回メンタルもう最悪な状態になってもう。 もう好きななななことしなくちゃいけないけんだっって思ったの,あの子供を2人亡くしたようなもんだから流産で1人亡くして中絶であの子供を亡くして私これだけ子供を亡くさないと自分と向き合うことができないんだなってもう誰かの命を使って自分を覚悟を決めさせるっていうのもう嫌だなってもう自分で決めなくちゃなって子供の命もう使いたくないなって。 私ここで決めないと私もう一回妊娠して逃げてもう一回何かぶつかった時に中絶するんじゃないかなってそれがすっごく嫌だったからあもう変わろうと思ってもうもう何年半年後にもし私が死ぬんだったらもう起業したいなって3億円あったらもう起業したいなっていつも自分に何かあのそもう変わんなくちゃいけないなって思う時に 自分が人生が停滞してるなっていう時に質問する質問がいつもこの2つなんですよ3億円あったら何するって半年後に私が死ぬんだったら何するってそうやって自分に問いかけて出てきた答えがもう起業ししたたたいい会社辞めたいだったんですよ普通の起業じゃなくてもうその時にあのー 当時の八木彩ちゃんが自分ビジネスっていう言葉を出して喋ってたように自分のことを表現して自分っていう商品を売って生きていくっていうのがすごく私にはまぶしくていいなそれをやりたいなと思ってあの起業したんですねそしたらね元気になってったんですよ分かりやすかったんですけど なんでかっていうとお金稼ぐためにやってるんじゃなくて自分の言葉を使って発信していく自分の欲しいと思う商品を仕入れてあの自分が欲しいと思う値段で売る自分が見たい世界を表現していく自分のことだけを集中して自分に響く言葉を綴って、えー、ひたすら 自分だけに目を向け続ける時間だから、ひたすら内観しているような時間なんですよ。告知を打つのも、商品を作るのも、サービスを作るのも、全部自分ならどうなんだろうっていうふうに、目をずっと自分に向け続けていくから、力が自分に戻ってきたんですよ。心が、今までは上司の目を気にして、 今このタイミングで書類持ってったらハンコもらえるかな決済もらえるかなとかあタイミングミスった今じゃなかった機嫌悪いから後だあと1時間後にもう一回トライしようとかうやってる時ってものすごいねもうエネルギーがすっごい消耗されてたんですけどでも自分の納得する商品写真を撮ることに集中したりとか自分が欲しいっていうものを作ったりとかしてる時はすっごい心が満たされたんです。 そういういことをやってたら心が元気になってたし最初ね全然売り上げ月2,000円だったりしたしゼロだった月なんて全然余裕であるしでも一生懸命自分がやりたいことを表現するぞって努力してる時って苦しいんだけどお金っていうもの結果にはつながってないんだけれども心はどんどん元気になってったんですね。 だからやっぱなんだろう自分の人生を手に戻していくことができて私はちゃんと起業してよかったなと思っておりますはいもう一つ、えー「パートナーにイライラする時は自分が自分に不安がある時ですか?あー」あちょっと待ってくださいね、うん、これパートナーにあの限った話じゃないんですけれどもあのね 誰かに何かを強く言いたい時ってなんか自分に我慢している時例えばあのー、そうですねなんかイライラするあホルモンという場合もあるんですけど <laughs> 生,生理のね女性は生理周期があるからもう簡単にイライラするし具合悪が悪かったら もちろん依頼することあるけどでパートナーに依頼するっていうふうに固定であるならばそうですね自分に対する依頼ですね例えば何を言いたいかっていうのがによりますよね例えばあの今までの私だったら夫に対して何を思ったかな時間通りに動いてよとか思ったかなでそれは じゃあどういうこれを翻訳していくと自分のこと結構責、ね、め立てることがすごい多かったんですよね今まで自分に対してあのルールがんじがまれたからなん,かなんかだらしない夫がすごい許せなかったんですよ時間通りに動かないしあのパンチでうろうろする夫が許せないしだらしないと思って何で時間通りに起きないのって。 なんんであんた11時まで寝てんの朝ごはん一緒に8時に食べようよみたいなめちゃめちゃ思ってたんですよでもあのイライラする時っていうのは相手が自分の制限していることを自由にやってるからすっごくイライラするんですよ私だからね夫にイライラすること最初結婚した時すっごい多かったです 時間通りに動かないでしょう気分で動くでしょう出かけるっていう時に、あ、ちょっと戸締まりするわとか言うでしょなんでやねんってなってたのそれは、彼は彼のペースで動いてるんですよね。すんごい羨ましかったんですよね。私は。私は、約束っていうものを一個したら、もう絶対にその時間通りに動くし、何かやりたいことがあっても我慢して、その目的達成のために動き始める。 だけれども本当は私はあ喉乾いたと思ったら水飲みたいしあセブンイレブン寄りたいと思ったら寄りたいし本当はもっと自由に動き回りたいしお金もあの気にせずバンバン使いたい人だったんだけれども。 自分が我慢してるから、夫が、なんでお前そんな貯金ないのってくらいお金使うのに、本当に許せなかったし、例えば私何喧嘩してたかっていうと、あのね、コンビニで手数料払ってお金を下ろしてるのがね、すっごい許せなかったんですよね。150円とか100円とか払ってるのが。な <laughs> んでそんな計画性がないのと思って。どうしてそんなだらしないのと思って。もう本当にね、そんなことでね、30分ぐらい喧嘩したことがあるんですよね。私、夫に対して。 パーートナーを変えようとするよりもそれを解決するのが早いのはもう自分が変わる方が早いですパートナーを管理しようとするとしようとするとすっごい消耗します本当におすすめしないですじゃあ何するかっていうとあのだらしない夫の真似をしたしあのいい加減なところを すっごく真似しました。だから私その。なんかイライラしてるなっていうのを自分で自覚したし許せなかったんだけど、一回この許せないことを自分での中に入れてみようと思って。だから、私今までえっと子供が生まれてからはなんだっけなあの底値表を作ってたんですよ。 スーパーの底値表。ここで買うとキャベツがいくらで、ナスが3袋で、なんかいくらで、みたいな。底値表を作ってたんだけど、もうすっごいイライラが止まんないから、やめようと思って。おむつがどこで買うと安いとかも全部記憶取ってたけど、もうやめようと思って、全部やめて、怖かったけど、生活できなくなるんじゃないかと思って怖かったけど、やめてみたら意外と生きてるし、あ意外と回ってるし、あとは、 うんと夫のまねしてうんとそうだな,なんかこう朝休日の朝もう寝たい時までずっと寝ようと思って寝たしうんと服ももうパジャマのままもう着替えずに一日中いるようになったしうんと、ね、あと何したかな まあ時間だよね時間で「何時?」って言ったのもあの自分が時間通りに動きそうになったらあの時,時計見ないようにして動くっていうのを強制的にやっていきましたねでそういうことをやっていくとどうなるかっていうと大して夫にイライラしないんですよでそれで自分が楽なんですよそのだらしなさが一日中パジャマ着けたりとかあの お金もなんか好きに自分が使いたいように使うのもやってみたら楽しかったんですよ緩んでったんですよあの上司が嫌だとかなんであんなあいつあんなに怒ってんだヒステリーを起こしてるんだとあ、はあ見苦しいって思ってた誰かのことを非難したい時ってその人のことを真似しなくちゃいけないんですよ 私ね本当にね寝がケチだったからねひどかったよ職場でねあの50代40代後輩の人たちがねあの爪すっごい綺麗にケアしてたのネイル綺麗にしてたの服そんなおしゃれじゃないのにようやるわと思って見てたの ひ難め、羨ましかったんだよね、本当は。ネイルっていうところにお金かけられるのがすごい羨ましいなって。だってネイルなんかしたら、あの、美容院と同じくらいお金かかるのによくお金かけられるなと思って、すごいね、羨ましいなと思って見てたんだな、本当はね。避難してたの。わざわざ避難するっていうことは自分の心が反応してるの。本当はやりたいの。その人みたいにネイルしたいって。だから、なんか、 わざ,わざ自分の心が目障りだなって反応してるからネイルサロン行ったりとかっとやってみるとやっぱり心が満たされるやってみたらちょっと気持ちが華やぐ楽しいな嬉しいなってこれはね「あの心への仁んさんが前に言ってた言葉で言うと」 のって嫌な表現だよね <laughs> でもそうなんですよ誰かの本当にあいつ本当マジないわっていうところを真似した時にあなたの世界は格段に広がります本当に嫌だけど本当に嫌なんだけどそれを真似すると自分の世界がすっごい広がっていくんですだから是非 やってみてくださいはいあとは誰だったかなはいお悩み相談ペンネーム T さんえー窒ほぐしをし続けて膣がゆるくならないのでしょうか ほぐしとは別に膣トレをして、膣を締めるエクササイズや月経血コントロール等を締めることにも努力がいるのでしょうか。ん春風さん、はじめまして。T と申します。今年の元旦にチスほぐしを始めたのですが、このままグリグリほぐ,いぐいして膣がゆるりにならないか不安になっていました。まだ4ワンドは購入できておらず、マッサージ棒で試しています。 ヨニワンドのサイズよりは小さい細いものですが、今後ヨニワンドを使用しても大丈夫かと購入を踏みとどまっています。チスほぐしをしてから、本当あ、自分の本音や思考癖に気づき、内面とじっくり向き合うことができました。いいですね。女性としての喜びを味わい、軽やかに行動できるようになりたいのですが、緩むかどうかがまだ頭にちらっとよぎります。ご回答よろしくお願いします。 はい。t さんご質問いただきましてありがとうございます。ああ、私もなんか、わかんなくて、ゆるいってなんだろうっていうのわかんなくて、ね、夫に聞いたんですよ。ねえねえ、私、地図ほぐししてさ、ゆるくなったって聞いたんですよ。なってないよって言われて。っていうか、ゆるいって何ってか、ゆるいって言うのってさって、あの、なんか悪いのって言われて。確かにと思って。で、私たちさ、あの、女ね、あの、 膣が緩むってどういう状態なのだろうっていうのがよく分からってないで緩むっていうことを気にしてないかなっていうふうに思ってて。で緩んだら何が困るのかなってみんなさ、だから尿漏れとか気にするのはさ、わか、分かるんですよ。でもさ、してなくない <laughs> まず一つ目の 地図ほぐしをし続けて地図が緩くならないようにしょうかということに関しては、あの、地図は緩くならないですね。あの、なんだろう、何に例えよう。筋肉がほぐれて、緩みっぱなしってことないじゃないですか。体。体の肩とか <laughs>、肩とか体とか。 全部私たちの体って、まあ、筋肉でできてるわけじゃないですか。あそこほぐして、緩、肩とか緩んだりするじゃないですか。マッサージ屋さんとか行った時に。もう緩んだ後に、緩みっぱなしってことはなくて、ある程度力を入れたり、こう、ぐって力入れたらさ、こう固まったりするじゃない。だから、力の入れ具合によって、あの、緩んだり、広がったりします。だから、質も同じです。そんな、なんか穴が開いたみたいな、ポッカーみたいな、 ない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  <laughs> ないです大丈夫だよでですねあのほぐしと別に膣トレをして膣を締めるエクササイズで月経血コントロールと締めることにも努力はいるのでしょうかあのー、私が自身がですねあの月経血コントロールをやってないっていうところがあるので回答がこれはできないですね私 あの、膣を締めるっていうのは、いときやってたんですよ、トレーニングで。なんか、意図、私がそれをやり始めた意図っていうのは、地図が締ま、締めるっていうことをしたら、なんかセックス気持ちよくなるのかなと思って、やってたんですね。どれくらいやってたのか、二月くらいやってた、きっと。えっ、ー、と、エルビーっていう、セックストイ、あの、高価なやつね、何万か、2万、2万超えか2万くらいする、あの、 やつなんですけどあの私の YouTube の方でもエルビビの操作画面をお見せしてるので、興味ある方は見ていただきたいんですけど、それやってたんですが、あの、セックスの気持ちよさは私は、締めるっていうことに関してはね、なんかね、快楽私は得られなかった。なんか上手に。で、それはなんでだったのかなと思ったら、うーんとね、 締めるばっかりで硬いばっかりであのー、断性器を包み込むっていうことがねなんかね上手にできてなかった硬い硬い秩の状態のところをにさらにこうギュッギュッギュッってやる動作をすることによってタラさんに、まあ、締まりはするんだけど。 広がってないから、可動域が多分少ないんですよね、室の中のね。狭い、ほぐれてない。筋、なんかこう、運動する前と同じで、みんなさ、あの、筋トレする前とか、あの、ジムに行く時って、筋肉を鍛える前に、あの、ほぐすじゃないですか、体。可動域を広げた上で、やった方がより効果が出るって、言われてるじゃないですか。あれ、全く同じだなと思ってて、あの、 膣ほぐしで体を緩める。あの、膣をほぐして可動域をこう広げて、あの、トレーニングするんだったら多分効果が出たはずなんですよ。でも私はそれほぐさずにやってたから、硬いままだから、あの、気持ちよさをね、得ることができなかったんですよ。多分段取りがあるなと思ってて。私は今、あの、興味がほぐすことにしか今向いてないから、締めるっていうことに関してはちょっと今、 あの興味の外になってしまってるんだけれども効果的な方法はほぐした上で締めるっていうこう筆トレのねあの締めるっていうトレーニングをした方がなんかより効果が得られるだろうなっていうのはジムの筋トレの流れとか考えたらなんかすごく自然だなと思いません あの今のところですね私あの皆さん膣ほぐし始めた方とか四ニワンと購入してくださった方からあのメッセージいただくんですけれども <laughs> うんとねゆるゆるになったって報告は一つも頂い,いておりませんだからあの大丈夫ですよなんかそんな 私なんだろうな、なんか膣が緩んでるってすごくなんかリラックス状態でいいんじゃないかなってむしろ最近思うんですよね。なんか膣が緩いと悪いっていうのってなんかあの、チンコが小さい男が言ったんじゃないのって思,思ってて今は。<laughs> なんかさ、親の彼女さ、なんかすごいさ、万、ま、個緩くてさみたいな、なんかそういう下品なことを言った男がいて、それがなんか広がってったんじゃないかなって私は今思ってる。なんかさ、 が緩いってさうん,かひんなんか変な言葉だなって思ってる男性の男性が言ったんじゃないのかな「膣が緩,く緩い」とかさ言った言葉ってさ。 ガバマンっていうのってさ、もうあれだろソチンだったんだろその男がよと、私は思う。<laughs> ひどい言葉じゃん。これ絶対ガバマンなんて言葉さ、絶対男が使った言葉じゃん。ソチンなやつが言ったんだろ絶対に。<laughs> うん。あの、あのね、みんな聞いて。ちつさ、ちつほぐすとね、 最終的に女ってどうなっていくかっていうとどんなチンコだろうともう入った時点でもう気持ちいいって感じられるようになるでもっと言うと男性が勃起しなくても気で感じられるようになるんだってセックスってもう達人の域だよね私そうなりたいんだなんかこうなんだっけなあのね80年代の a v でね あのー、プラトニックセックスじゃなくてなんだっけなーあのたいす,すごいのあのね肉体的接触がないのにね潮吹いてる女性の映像があるのフィクションじゃなくてリアルであのなんか手に手をさ筒状にして丸作ってそこにね指を抜き刺ししてるんだけどそれを女の人が見るだけでね抜き刺しされるだけで潮吹いてんの ああ、代々木監督の作品であったのそうそういう何,何セックスだとか忘れちゃったなセックスってそういうことが最終的にできるようになるそういう肉体的接触がなくても女は快楽を得ることができるようになれるんです活人の域までいくと超楽しいよねだからそういうふうに女ってそこまで変わっていけるからその体 自分で作ってた方が良くないなんか、開発されるの待ってるって、ちょっとあれよ幼稚よそんな男いないから、みんな、別に前にも話したけど、ちょっと聞いてほしいんだけど、あなたの横にいるパートナー、プロなんですか性のパート、生のパートナーはプロですかって。プロじゃない男に開発してもらおうとか、危険な思想ですよって。やめよ自分でやった方がいいよ 自分で気持ちいい場所探して男を育てるために伝えるっていう方法の方がすごく効果的だよってそういうふうな努力をする方が私はとても有効な手段だなと思っておりますのでぜひ自分女たちはまず自分の体を作り替えることを 解説しましまょうあのボーヴォワールは女になるのだっていう話をしてましたけど私たちもあの快楽を感じる体作りは女が自分の努力ですることなんですよ。少女のまま男の人に足広げてそのセックスでトラウマ作ってセックスってこんなもんだんだって思ったらかわいそうじゃん残念じゃん。 男が全てじゃないその男が全てじゃないしそのセックスが全てじゃない今セックスでもしトラウマがあったりとかセックスは気持ちよくないって思ってる女性がいるんであればそれはたまたま残念な経験をしただけです絶対に快楽を感じることはできるし満ち足りることは絶対にできますそのために私たちは努力をしましょう 膣ほぐしましょう。快楽を感じられる体を作るの。最初から快楽を感じる体じゃないの。ストレスで感じなくなってたりするの、今私たちは。頑張って働いてきたから。我慢しちゃったりして、鈍感になっちゃってたりしたの。膣が。<laughs> 私、えっ、ー、と、今1月、一月ですね。何ヶ月かきましたかね。9月、九月スタートだな。えー 1011121あっえっ、ー、とまあ大体、まあ、4か月くらい地図ほぐししてやっと痛いところ減ってきました4か月です4か月してやっと痛いところ減ってきましたえそしたら痛いところなくなってきたらどうなったかっていうとえうちの夫に「たまらないです」って「離れられません」今日ねあのー、夫と喋っててよく軽口叩たき合うんですよ あのもしも離婚したらシリーズみたいなことをよく喋るんですよ。俺が死んだら、あの、はるちゃんは家が手に入るねみたいな、あ、そうだねみたいな、そういう話をよくするんですよ。その中で、なんか離婚の議題が上がったときに、まあ、なんていうの、私、あの、火事でよく粗相するんですよ。フライパンの底をよく拭かないで、棚にしまうとかやって、夫がブチギレるっていうことをよくやっちゃうんですけど、えっ、ー、と、それで <laughs>、わ、離婚だわとか言って。 言われるんですよ。本当マジないわって最悪だわってめっちゃ言われてでそれでじゃあさ部もう離婚すればいいじゃんって言ったんですよそしたらねうちの夫がね無理なんやって春ちゃんのマンコが気持ちがいいからもう絶対に離れられないってって言ったんですよああやっぱり本当に本当にセックスなんだなって男ってもうチンコでもの考えるんだな最終的になと思ってもうね,もうね本当 本当に動物なんですよもうそこだけもうセックスが気持ちよかったらもう言うこと聞かざるを得ないんですよ男の人はあマジなんだってマジで動物なんだと思って <laughs> よくさなんかもう体の相性がよ,よすぎて離れられないとか言うじゃん本当そうなんだと思うよメロメロだもんうん はい。コメント読みます。プロじゃない人に開発されたら痛いことされそうで怖い。自分でやった方がいいですね。ラブリーみほさん。はい。そうなんですよ。世間に、あの、男性のセックスワーカーってまだ全然多くないんですね。そんなに多くないんですよ。隣にいる男多分プロじゃないんですよ。ね。身を委ねるのを考えましょうね。指導するのは女です。教えてあげてください。 そんなにつくんじゃねえと思ったらあちゃんと言うんですよセックスで痛い思いをしたら許せない <laughs> 怒ってねちゃんとそれそうしないと男分かんないからねそうたまらない実は自分で作っていきます <laughs> そうなんです努力していきましょうはいもう一個質問を頂い,いてたかな はいはいあやももさんえー、春風さんこんにちはこんにちは昨日はお悩みに採用していただいてありがとうございました嬉しかったですこちらこそありがとうございます今日はプライベートなことについて相談です春風さんが実家に帰られた時はどんな気持ちでしたかまた、えー、実家に帰られてよかったことは何ですかまたその後一人暮らしをされる時の気持ちはどんなでしたか寂しくはありませんでしたか何でこのようなことを聞くかというと 私は今回休職していて、えー、メンタルの不調で実家にしばらく帰ることにしたのですが、春風さんはどんな気持ちで、またどんな心境の変化のあったのかなと思い、質問をさせていただきました。また、どんな風に鬱が治ってい,いったかもお聞きできると幸いです。ヘビーな質問や相談でごめんなさい。あ、もう全然私そんな感じの女でしたから、全然大丈夫です。 さて、ええー、と、私、春風さんが実家に帰られた時はどんな気持ちでしたかあの、あの、絶望な気持ちで帰り、ま、帰りました。もう、ああ、もうダメだ。もう、あれだ。もう、この男のそばにいられないと思って、ええー、と、もう、すごいつわりひどくて動けなかったのに、ここの時だけ気合い入れて、可及的速やかに自分の荷造りと子供の荷造りをして、ええー、と、本当に逃げるようにして実家に帰りましたので、ええー、と、最悪な気持ちでした。 えっと、実家に帰って良かったこと、あの、生活が安定したことですね。あの、とりあえず、あのー、ケチンボなので、あの、貯金が、あのー、担保されたまま、あのー、衣食住が確保されて、えっ、ー、と、じっくりと自分と向き合う、立て直す時間を取らせてもらえたのは、本当に両親が生きていて感謝だったなと思います。ほ 本当に口うるさい両親でしたけど、あの心配だからくじ出すのはどうしようもなかったんですけれども、あの立て直すためには本当に実家に帰ってよかったし、夫と離れることができたので、客観的にあの夫婦関係は何だったのだという、振り返る時間を取ることができたので、私はやっぱり実家に帰ってよかったなと思っています。はい。えーっと、その後、一人暮らしされる時の気持ちはどんなでしたか ああ、えっ、ー、と、その後ですね、私、あのー、実家で暮らしてて、えっ、ー、と、コートが、あ、あれだったんですよ、うちの母が、やっぱりこう、働いてない娘で、ゴロゴロしてる、で、育児もままならない娘、まあ、目障りなわけですよね。心配だし。 でそれでコ小言が止まんなくて当たりが強かったしもう自分も,なんかもうやりたいよりにやりますみたいな感じになってたからあの衝突が激しいわけですよねなぜかというとあの私は侵略していることになるから両親の国の中に異物が混入して私があの法を犯してるもんだからそりゃさ戦争起きるわけですよだからこのままだとまずいなと思ってで うちの娘もいたからえっ、ー、とねあれだったの母がねあの私にきつい物言いをするとうちの娘がママのこといじめないでっていうスタンスを取ったからああヤいなと思ったのこのままだとうち私はねあのうちの娘がおじいちゃんとおばあちゃんに可愛がってもらえないかもしれないと思って。あの おじいちゃんおばあちゃんと孫の関係が悪くなるかもしれない。私がいることによってと。私がここにいたら関係がまずいと思って。で、あの、自分が好きなように行きたいんだったらば、どうしたいかっていうふうにもう一回問いかけなの。3億円あったらどうしたいって。 えと半年後に死ぬんだったらどうしたいって自分にそこでまた問いかけて一人暮らししたいっていう答えが出たからで一人暮らしするだけの材料が私あったからじゃ一人暮らししようと思って <laughs> すっげえ葛藤しながら泣きながらあの頭下げて、えーと「子供を見てください」とそれで「一人暮らししてきます」と「自分を立て直していきたいと思います」って言って、えー、と両親に子供を預けて一人暮らしを始めたっていうところでしたね。 でえー、と寂しかったかということなんですけれどもあの子どあが1人でいることすっごく嬉しかったんですけれども子供を育てるっていうことも手放せたのですごい快適ではあったんですけれどもあのちょっと寂しかったですやっぱりあの抱っこしたいなあって気持ちがな,しなくはなかったので自分で決めて1人暮らし始めたんだけど子供を抱きしめたいっていう気持ちがあったので寂しくはありましたね。 心境の変化はやっぱいっぱぱいいあるんですよ自分にやっぱもん途中で元気になって誰かのせいに途中までしてたんですけどちょっと元気になって自分と向き合う時間いっぱいとっていくうちにやっぱり分かってくるから自分に問題があったなって気がつくからその問題を見つけては手放すっていうことをひたすらやってましたね。 だからさっき話したようにあの自分が大嫌いな人間の真似をするとかいうのはものすごくいっぱいやったし、えー、と自分がうんと外を歩く時にも心地よさっていうものを優先してあの歩いたりとかうんやりたいことをやってるかなっていうのは随時立ち止まって。 自分と相談するっっっていいいう時間をいっぱい取ったな買い物一つするにしてもこの服を買いたいって思う時にも高いなと思ってもでも欲しいんでしょとか言ってそれで自分の中で会話して値段に負けずに買ったりとかあの自分が居心地がいいあの五感を満たしていくことが非常に大事だっていうの分かってたからえっ、ー、と。今いる 環境は自分にとって幸せ,かなってせめて自分がいる場所を少しずつ幸せにしていこうと思って、うん、と照明器具を買い替えてシャンデリア買ったりとか、うん、と布団せんべい布団だったんだけどベッド買い替えたりとかあのゴミ箱気に入ったやつに買い替えたりとか、えーとね、実家にいた時にやっぱりの両親の居場所だからなんか好き勝手しちゃいけないと思,思って。 出たんだけども、あのちょっとずつ。あのそーっと何も相談せずに、あのか照明変えたりね。あの現状復帰できるレベルにするよ。現状復帰できるように照明をそっと外してシャンデリアに変えたりとか、あのベッド搬入したりとか。して、あの自分の居心地がいい空間をちょっとずつちょっとずつ作ってったんですよ。箸気に入る。あの橋買ったりとか実家にあるからっていう理由で使ってた。食器を使うんじゃなくて、自分が気に入った食器を。 揃えていったそうやって自分が元気になれるように自分の機嫌をとる時間をちょっとでも自分が幸せだなって思える時間と環境をほんの少しずつほんの少しずつ作っていってでそういう風に心の機嫌をとっていくとちょっとずつ前向きな思考になってくるんですよ。 あれやってみようかなとかこれやってみようかなあれしてみようかなっていうふうにちょっとずつちょっとずつよちよち歩きだけど前に進みたいなとか前に進もうかなってやろうかなって思える気持ちになっていくから今いる場所を少しずつでも幸せにしていくっていうことやった私だってさもうすっごいあのさかのぼって YouTube 聞いてもらうと私の勇気の出し方すっごい地味なんですよあの家のね 体拭き時のタオルがねゴワゴワだったのでこれが普通だと思って幼少期から育ってるから気にならなかったんだけどやっぱり途中で嫌だなって思ってどうしようと思ったのあの勇気がいたのそのタオル1枚買うにしても。 なんか、この、わざわざ私自分のためにタオル買ったら贅沢してとか、あるじゃんとか言われるんじゃないかな。嫌だな。小言言われたくないな。嫌だな。嫌だな。と思って、なんかね、買うの一週間くらい悩んで, <laughs> で、悩みながら、あの、無印良品に行って、もし、今もし私が買うんだったら、どのタオル買うかなっていうのを物色してた。あの、買うのが、買 買って帰るの怖すぎたからあのここと言われるの嫌すぎたからちょっとずつもしも私がタオルを買うんだったらどのタオル買う,の買うのかなっていうもしもシリーズで今買うならまあこれかなってちょっと厚手のやつ買うかなとかってああでもこれ厚手だからあのタオルの乾きが悪いとか言われてここと言われそうだな怖いてか思うのをあのそれを1週間2週間くらいももも,も悩みながら。<laughs> 勇気出してタオル買って帰ってでお風呂上がってそのタオル使ったりとかその「はいここと言われそう」とかドキドキしながら買ってた地味なんですよすっごくでそんなことを繰り返してここと言われるかもしれない嫌だなっていうのを一個一個勇気出してその壁を乗り越えて買う,買うっていうことをしてた。 はい、あとなんだうんあ男の人はどうしたらゲットできますか望むだけですかああ男の人はですねあの望んでまず望むのすごく大事じゃないでそれですね私ちなみになんですけどあの うちの夫と結婚する前に、あの、本当にあの残念な、あの、モテ期ではあるけれども残念な男に出会うという、あの、一年間を過ごした時があって、で、それで、あの、あ、こんな男に出会うのは自分に問題があるなと思って気合を入れて、えー、っと、決意したんですよ。絶対に私生まれ変わる。私絶対に変な男に引っかからない。もう絶対にいい男と私は出会うんだって。 いう,ふうにあの怒り爆発させて決意したんですよこれ大事ねみんなき大事ね泣き寝入りしないあこんなクソに出会うのは自分に問題があるなって思ったからえすぐにえっ、ー、とね首出ようと思って <laughs> ジムに通い始めでそれで,で自分の欲しい男の条件を書いたんですよ紙にで何どういうふうに書いたかっていうとその当時ね私あの 蝶々さんのワークにハマってて、A4 の紙に、あの、紙を八つ切りに切って、一個一個条件書くんですよ。あの、身長180センチ以上、タバコ吸わない、収入がいくらみたいな、あの、話が上手とか、自分がど男の人に求める、あの、条件を、あの、八つ書いてリーグ戦したんですよ、ひっくり返して。ぶつかるの。あの、適当に紙を2枚取って、パッてひっくり返して、 身長1 8 0ンチ以上かタバコ吸わないあれどっちが優先順位高いですかって言ってこう残していくっていう作業だったのえそうするとねけ私結構なんかお金とか顔とかあれ顔めっちゃ大事だと思ってたんだけど自分でリーグ戦やってみたら意外と一番最後に残ったのって会話のテンポが合うっていうのが一番リーグ戦で勝ったのよ で、ああ、これだったんだっていうふうに理解したら、その後にそのアンテナが立ってるから、すぐにその男に出会ったの。で、結婚したの結局、最終的に、ね、自分が望んでるものは何かっていうのを洗い出しする作業っていうのは非常に大事だし、で、表面的に思ってるのは私は顔が一番優先順位が高いと思ってたけれども、結局リーグ戦してみたら残ったのは、 会話が一番だったから自分の潜在意識を洗い出す上でこうパンパンパンってリーグ戦して自分の優先順位を知るっていうのはすごく大事です自分の中にインプットされるからあ私の優先順位はこれなんだっていうふうに分かるからあとはね自分も買わなくちゃダメよあの自分な,なんでその男に引っかかるんだろうって思う 思った時にやっぱりその人間は自分と同じランクの人間にしか合わないから自分がいい男に出会えんだったら自分がいい女になるしかない変わるしかないんですよ私はねうちの夫ねあの結婚ファーストシーズンだとねずっとね僕のこと好きっていうようなあの鬱陶しい男だったのよすっごくうっざっ,っていう感じだったのよ でそれをね私は良しとしてたのうざいと思ってたけどかわしてたのあ,あ好きだよみたいなあやしてなんか子供扱いしちゃったんだよね私でそれがえー、っと結婚外であの別居編ねあの別居してる時にねもう自分をひたすら満たすっていうことを一生懸命やってたからあの実家に帰ってる時に自分の機嫌を取ろうっていうのをずっと自分でひたすら向き合ってたら自分に力が戻ってきて 自分が変わっていってたら夫が自然に変わっていったので夫がね久しぶりに会った時に言ったの私に僕はねもうねあの春ちゃんが誰が好きだろうと俺以外の男を好きだろうともう関係ないんだ僕が春ちゃんのことを好きなんだってだからもう僕のこと好きなんて聞くことはない 言っっててことがあって本当にもう言わなくなったのその後ずっと僕のこと好きなんでもうその後一回も言ってない男の人は変わります自分が変われば男の人は変わるんです私が地図保護しを始めてたらお夫があのいいように捉えたんだよね私私が地図保護士始めた時の私のきっかけは あ,あ顔が綺麗になったら嬉しいみたいな、美容のために窒素をほぐしますっていうのが私の目的だったんだけれども、でも夫はその私が窒素をほぐしているのを知って、あ、はるちゃんは俺とのセックスが気持ちよくなるために努力してるんだって思って、で、それで自分にも何かできることがないかなと思って、調べたら、えっ、ー、と、射精をしない。断射精という方法を見つけて、 射精するのやめたんだよねそしたらあのチンコの形変わったんだよね自分私が欲しい求めていた男性器の形に変わったんだよねそんなことあるんだと思ってだから自分がね変わっていくとねパートナー変わっていくんですよまさか肉体的に変わったけどね私の場合は変化が必ずあります はい、コメント読みます。チロルさん。今日ヨニワンド届きました。ホルムの美しさに感動しました。ね、綺麗ですよね。私もこれ綺麗だなと思った。私ね、あの、なんか、いろいろ世間にはヨニワンドいろんなのあるんですけど、私このプレーンなデザインのものがすごく好みだったので、これを買いたいなと思って買って、買いました。 はい。えー、っと、こんばんは、はじめまして。ちすほぐしを始めて間もないです。子宮の奥、子宮系の位置、感覚がわかりません。透明な4人ワンダを持ってますが、半分手前くらいまで入ります。でも感覚がわかりません。よくコリコリすると言いますが、コリコリする場所なんてありません。<laughs> 少し痛い感覚がありますが、よくわかりません。はい。いちごさん。あえー、あ、 うーん。あ、すいません。私多分答えられません。私、あの、場所把握しようと思って、膣ほぐしてないので、あ、ここがあれだなとか、意識してなくてすいません。<laughs> 私の膣ほぐしの、あの、個人的なやり方なんですけれども、あ、これ個性があるんですけれども、えっ、ー、とね、前ねあの、対談したハッシー、ハッシーさんは、 場所を意識してやってたんですよ。だから、えー、っと、あの、ポルチオはここで、ええ、スポットここで、あー、なんだっけ。手前のところ。私、もういつも興味がないから名前忘れちゃう。あの、なんだっけ。あ、G スポット。あの、G スポットここでっていうふうに、あの、彼女は狙い撃ちをして、あの、保護したりとか、あの、おなにしてるって話をしてくださったんですけど、あの、私のやり方っていうのはですね、私は、あの、場所は問わずに、いっ てなマジでっていうところを見つけてそこをひたすらほぐすっていう本当にあの職人のごとくあのマッサージ師のようにひたすら痛いところを見つけて格好を撃破するっていう方法をしてるのであ、ここが子宮のうんぬんでなんていう知識もあの大してないしあの興味がないからわかんないので私はちょっと答えることができませんごめんねでもなんだろうななんかこう 実全部柔らかくしようっていう、あの、漠然とした目的を持って、あの、ひたすらやり続けてると、あの、結局、あの、全体的に全部ほぐれてるから、あのー、まあ、あれですよね。まあ、パートナーはメロメロになりますよね。はい。えっ、ー、と、ほぐすのはフットの中でやってますかはい。あの、ベッドの上で寝、ね、転がりながらやってます。 はいもしあの質問がありましたらコメントくださいこの後眠くなったらあなんかお眠りします 生生理理中中はは控えてまますか、はい、生理中しませんだって中から何か出てる時にやりたくないからです。<laughs> えっと生理あそうそうなんかぬれ方も変化があって私はあの割とあの乱暴に扱っても大丈夫な窒素をしてるんですけれどもなので私ローションを使わずにいつも挿入はするんですが、えっと、生理明けの時とか。 はあの私は濡れづらいいなーっていう感覚があるのでその日によって、えっ、ー、と、窒の状態っていうのは変わります。女の人のホルモンバランスによって、えー、縫え具合っていうのは変わりますし、あと体調によっても変化がありますので、やっぱ窒保護士をしていると、あ、今日なんか濡れ,濡れ,て濡れづ硬いなとか、あ、なんか疲れてたかなーとかいう風に、なんて言うんだろうな、私、窒を保護しながら自分の体の状態を測ってる感じが。 してますねううん、なんななだろうなんかねあそう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 あのこれ膣保ほぐしってあの膣ほぐししたからもうこれ1週間やったからおしまいとかそういうことなくて、まあ、何,何かっていうと。 あの肩こりって別に肩ほぐれたからもう,あのもう絶対にほぐれっぱなしだなんてことないじゃないですか日々の生活の中でやっぱ肩凝ったりとかすることってあるじゃないですか膣もそうであの柔らかくなったなと思っててもなんかねちょっとだけねなだろうな冷えた時とかもそうなのかなの状態変わるんですよなんかここ前柔らかかったはずなのにここ硬くなってるなとか。 状態が変わっていることがあるので、やっぱ日々探求して、あの、保護していくっていうことは、あの、大事だなと、今やっていて思います。<laughs> はい。チロルさん。ヨニワンドロのデカさんにビビってましたが、実際見たら思ったほどデカくなくて安心しました。そうだよそんなね、大して大きくないんですよ。私直径、あの、書いてるますけど、あの、オンラインストアの方で。あの、でっかくないから、男性器より全然可愛いもんだから、あの、ぜひ、あの、手元に迎え入れてください。 はい。きむ、きみこさん、中じゃなく、外側をほぐしてみるのもいいかもなと思いました。またこりケア。あ、そうですよね。またこりケアされていらっしゃる方もいらっしゃいますから、そういうアプローチの方法もあると思います。はい。じゃあ今日はここでおしまいにしたいと思います。皆さん、聞いてくださってありがとうございました。 えっと、明日も、えっと、愛とお金の、ラジオウィークが開催しております。1月22日までほぼ毎日インスタライブを開催します。インスタライブにて皆さんからいただいた愛やお金に関するご相談に、春風がお答えしていきます。えー、DM にお悩み相談とご記入の上、ペンネーム、相談内容をご記入の上お送りください。全員が読まれるわけではありませんので、あしからず。 えー、ラ,オラジオ好きなのでちょっとこんなことをやってみようと思いました、えー、気持ちはユーミンでやっておりますお付き合いいただける方のご参加お待ちしておりますはいでは皆さん今日も良い夜をおやすみなさーい